モーニング娘。の妻子里穂です。はい、今日は突然ですがこんな格好で登場しています。今回は私が世界のダンスを体験するということで新連載が始まります。イエイイエイ、新連載です。そうなんですけど、まあ、今回は第1回目ということで、バリの伝統的な舞踊を今回は教えていただくことになりました。それでは早速先生をお呼びしたいと思います。先生お願いします。スラマッパギー、スラマッパギー、インドネシア語でこんにちはって言います。こんにちは、今日よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。じゃあ、はい、で今来ていただいてるのは、はい、インドネシアバリ島の、踊りスカールジャガットっていう踊りの衣装を着ていただいてる。スカールジャガット、スカールっていうのは花、はい、花、ジャガットって世界っていうインドネシア語です。はい、そうなんですね、花の世界。はい、そうです。これから花の踊りを踊っていただきます。了解しました。はい、今日は、はい、先生と私の服装違うじゃないですか、はい、ちょっと、はい、なんか本当にバラバラとかっていうか種類があるんですか。そうですね、踊りは一曲の踊りによって衣装がそれぞれ違うんです。なるほど。なので今日着ていただいてのはスカールジャガットという踊りの衣装を着ていただいて、あ、なるほど。私は、はい、インドネシアの民族衣装を着ています。日本で言えば着物みたいなもので、女の人は布を巻いて、はい、これクバヤって言うんですけど、レース状のものを、はい、小足だったものに腰巻きで、これスレンダンって言うんですけど、はい、腰に布を巻いたものをつけて、これが正装になります。なるほど。今日衣装についてちょっと気になったことを聞きたいんですけど、はい、何ですか。衣装を着るときに、ピンを使ってないですか。安全ピン使いましたね。これは何か意味があったりするんですか。いや、誰でも着れるように、あ、なるほど。幅が布を1枚ぐるっと巻きました、ね。はい、誰でも着れるように安全ピンになってます。わかりました。あと、ここに、はい、鏡がついてるじゃないですか。これは何ですか。これは遠くの人でも見えるように、ここにいるよって分かるように鏡で送ってます。なるほど。それではダンス踊りを教えていただけたらいいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。行きましょう。はい、はい、バリブヨの基本があります。はい、基本はアグムって言います。はい、はい、で基本体重真ん中に乗せるんですけど、足をかかとをつけて足をハの字にして足の指だけ上げていきましょう。はい、指下ろします。上げて下ろして、上げて下ろして、上げて下ろして、上げたまま、踊る時に足の指を上げて踊る。はい、でこれは神様の行進とも言われています。はい、指を下ろしてみましょう。で手首を立てて、親指軽く中に入れて、指横に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 、そうそうそうです、指を横に細かく動かしていきます。これも神様との行進と言われていて、指を動かしながら踊るのがバリブヨの特徴です。はい、で次手首の動き、ウッカールというのがありますが、中指を使って内側からぐるっと一周回って上、これウッカール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 、手がつりそうです。つりそうですか。じゃあ少しほぐしましょう。でこのまま右に倒れていきましょう。ゆっくり吸って息を吐いて、指を動かしながら、あ、あ、これがつる、これがつる、これがつる、あ、ここからつる、痛い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 、普段から釣りやすい方ではあるんですけど、こんなにも頻繁に釣りそうになることはないです。おお、はい、落ち着きました、落ち着きました。目は顔正面のままにして、黒い玉だけを斜めの上から正面に戻して、でその時まばたきしないように、はい、なんかありますよ。 あれです、モブキマスです。目は左の斜めにで、そしたら今度引いて、顔正面、
動き前、はい、息吐いて、はい、目いきます、左にスルーで、スルーで、うん、はい、そうです、はい、これが一つの流れ、はい、お寺の神様にお供えをする、はい、お花をつけて、なるほど、感謝の意味を込めて踊る踊りです。なので花の世界を神様に向かって踊るという意味合いがあります。神様は誰ですか、誰ですかっていう質問、ヒンドゥーの神様です。あ、ヒンドゥーの神様いっぱいいます。日常いつもありがとうございます、こうやって幸せに暮らせて いけることに感謝をして踊る踊りです。なるほど、ありがとうございます。じゃあこれを持って、はい、でお供え物を右手で持ちます。右手、はい、で左手は不浄のもの、不浄って汚い、汚いのって言われているので、神様に捧げるものは右手に持ちます。右回りで、つま先出して回ります。はい。で、左足前。親指かけて大丈夫なので、これで持てますか。はい。で、左手だけは離して、扉を開けて、閉めて、また右手、まず左に戻します。はい。戻して、右にスルーで。これが一つの流れ、はい、はい、で多分ついていけばできると思います。全身つります、なんか全身つっちゃいそうです。節々が痛く節々がなります。覚えるの早いです。うん、すごい早いんでね、びっくりしました。もっと実はもうちょっと時間かかるかなって思ってたら、やった、うん、もうあまりにも早いんで、今違う踊りやろうかと思ったら、やっぱりこの踊りにちょっと難しいんですけどできると思って、あ、ありがとうございます。いえ、もう本当早いんでびっくりしました。いえ、ぜひぜひこっちの世界に来てもらえないかな。スカート、まさかのスカート。なんですけど、どうでしたか。いや、もうバッチリです。本当ですか。やった、ありがとうございます。これはやれない、やれない、やれない。ちょっとむず難しい基本をよりちょっとプラスアルファしてる動きなので、はい、ちょっと普通最初の人にはできない。じゃあ記号も最初のちょっとやった時に、あ、できそうだなと思ったんで、華やかに見えるイメージに合ったものを今お伝えします。ありがとうございます。いや、嬉しいですね、そう言って言われると照れます。なんかすごいですね、第1回でこんなにドーンってくるものがあるので。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日は1回目は終了しました。今回バリの舞踊ということでやったんですけど、本当になんか本当に全身の細かい部分まで使って、つま先をこうやって上げたりとか、ここの付け根使ってなんか移動するみたいな感じで、本当になんか細かいところまである、あるっていうか、もう細かいところまで決まってたんですけど、特にすごいなんか、なんて言うんですか、心残ったっていうか、印象的だったっていうか、そういうのはなんかこうなんかポーズしてる時に、こうやって目を動かしてるところなんですけど、なんか先生見てるのにあれってなっちゃうかな。難しかったです。でも今回なんかすごい体でその窓を開けるとか、
なんかお供えするとかいろいろなんかそういうのを動作を表しているそのダンス動きだったんですけど、なんか私たちがいつもやってるダンスはなんか楽しんでとか、なんか楽しんでっていうか楽しんでやってる感じなんですけど、こういうダンスやってるとすごい集中するっていうか一つに集中する感じで、あっという間に終わっちゃったっていうか、すごいちょっと長かったんですけど集中してできたなって思って、なんかまた新しいところが新しい道っていうか、私にとってそのダンス、私がダンスやってることがその私にとって新しい道ができたんじゃないかなって今回思いました。この先もすごく楽しみです。それでは今回はここでお別れです。ありがとうございました。モーニング娘。さやしりほでした。バイバイ。